青山通り、あ、ほら紀ノ国屋さんがありますでしょ。ずっと横道があるんですよ。ここを入ったところがだるま屋さん。おしゃれなブティックが並ぶ通りの一角にあるこのだるま屋、店内の雰囲気もいかにも青山、ショッピング帰りにちょっとラーメンというにはぴったりですよね。ここのラーメンの特徴は具と麺が別の器に盛られて出てくること。ネギにメンマ、チャーシュー、そして海苔が好みに合わせてトッピングできます。ご主人によれば具はあくまでも添え物、うちは麺とスープが勝負と言い切ります。スープはコクのある鶏ガラ主体の和風味。他に野菜、昆布、豚骨など15種類からの出汁が味に深みを与えています。お、麺もちょっと平っぽいですね。平麺っぽいですよ。いいですね。これ手打ちですかね。妙に細かったり太かったりするんですよね。これはあのうちが実家が、あの製麺所やってますんで、特製に作らせたものを、朝大勢で、手で揉んで、手揉みそばという形にしてますよ。ここの麺は平たい卵麺。それを手で揉むことで麺が縮れ、スープに麺がよく絡み、深い味わいが出るんですね。この観点で選ぶとすればここを外すわけにはいきませんでした。ご存知、恵比寿ラーメン。店内には常に食べている人より待っている人の方が多いというのがこの店の人気のほどを物語っています。そしてご覧の澄み切ったスープに麺は細めの縮れ麺。うまい。澄み切ったあっさり味のこのスープの味の秘密を伺ってみると、スープの秘訣ってもう東京ラーメン大体中に入る鶏ガラだとか豚骨、野菜類大体どこのお店でも同じだと思うんですけどね。ちょっと違うのはあのタレ、醤油ベースのタレがみんな違うんで、それでみんな味が違うと思うんですよ。ライヤー以外絶賛を浴びたあっさりスープの秘密はだし汁ではなくタレにあったんですね。タレの秘密とは何かと粘って尋ねてみたんですが、最後まで教えてはくれませんでした。どうやらこの店の一番のこだわりはタレにあったようです。ご存知、学生の街早稲田、ここではデートもラーメンですかね、大熊さん。で、安くてボリュームがあるお店ということで委員会が推薦したのがこちらのメルシー。これ名前だけ聞いたら絶対入んねえな。そうですよね、名前だけ聞くと喫茶店が片手間にラーメン作ってる感じがしますもんね。しかしこの店、普通の店より2割以上多い 150g という麺の量で、値段はなんと350円ぽっきり。ボリュームだけでなくコクのある醤油味も食通委員会の折り紙付き。来たね。ほんとこれ350円大盛りじゃないのこれ。すごいですね。じゃあいただきましょう。しっかりとしたね、味のあるスープ。なんだろうな、出汁は。その秘密とはものすごい量の煮干し。実はこの煮干しがここのスープに独特の味を出しているんです。それに豚骨と野菜類、そして鶏ガラと定番の材料が加わります。これで350円はどう考えたって安いですよね。早稲田の人は幸せだ。2杯いける。ここうまい。そして食通委員会が選んだ第4の観点はラーメン専門店以外での絶品ラーメン。
その結果推薦されたのは なんと新宿中村屋。中村屋といえばパンとカレーで有名な店。その中村屋になんと食通委員会が選ぶほどのラーメンがあった。洋食の店だし、やっぱりスープはコンソメ風なんでしょうか。よっ、来ました。はい、こちらがチャーシュー麺950円、ね、では早速いただいてみたいと思います。うん、このスープのコクなんですけれども、単なるチキンじゃないっていう味がしっかりするんですね。高級中華料理にあのウコッケイのスープってあるんですが、そういうようなきちっとした料理の味が出てるんですよ。それもそのはず、中村屋にはもともとカレーの具に使うための養鶏場があるんですが、そこでラーメンのスープ用にシャモ系の鶏を特別に飼育しているんです。だからこそこんな贅沢な味が出るんです。贅沢といえばこれも贅沢。チャーシューがすごく美味しいですね。こちらこういうお肉を使ってるわけですね。青梅街道、人呼んでラーメン街道。ここは都内随一のラーメン激戦区として知られ、新宿から荻窪まで10キロの間、テレビや雑誌でおなじみの有名ラーメン店がその味を競い合っています。そこで当番組では、ここの激戦区で一番人気のあるラーメン店はここという結論を出すべく、新宿から荻窪までの間で住人209名に徹底アンケート。ラーメン街道でここが一番という店を選びました。丸くか、双葉とか春木屋さん、赤坂屋。ラーメン街道の人気ベスト10、まずは第10位立花、第9位新光、第8位万来、第7位一円、そして第6位げんこつ屋。続いては上位5店の発表。第5位、荻窪の味三茶。麺は中細のまっすぐで、スープは鶏ガラをメインに豚骨、野菜などから、あっさりした醤油味に人気があります。第4位、マルシン。麺はやや太めの自家製中華麺、スープは際立ったカツオ風味が特徴。そしてうずらの煮卵は今やこの店のトレードマークです。第3位、地元のアンケートならではの思いもかけぬ新顔は、中野鍋屋横丁近くの赤坂屋。去年2月の開店でテレビでは一度も紹介されたことはありませんが、地元ではすでに大評判の店。ここのラーメンの特徴はコクのあるスープに中細の麺。まあ、日本一になろうかなっていう感じで、ね、始めました。その意気込み通り1年で3位入賞はご立派。味は良質の油を使うことでコクはあるがしつこくない醤油味。そして第2位はラーメン通に限らず今や多くのファンを持つ丸福。しかし残念ながら10年ほど前からマスコミの取材お断りとか。中華そばください。ちょっとそっち映っていい？どうやら席の移動も客の自由にはならないようです。テレビの取材なんかってやんないんですか？全然今来てるみたいね、テレビの取材とかって全然出てないね、この店。うちは断ってるけど。全部断ってんの。スープは深みのある醤油味、麺は中細でスープとの絡みの良い典型的な東京ラーメン。そして青梅街道の人たち209人のアンケートの結果、堂々の第1位は春木屋。これもラーメン好きの間では超有名な店。絶えない行列が人気のほどを物語っています。すごい日本的な味しますよ。日本人が大好きっていう味だから人気あるんじゃないですか、これ。太めの縮れ麺に合うスープの出汁は豚骨、鶏ガラ、野菜など20種類。そしてタレは醤油会社と提携して独自のものを開発と、さすが1位のこだわりようです。
それにしても昭和24年の開店以来の味を守るのは大変ではと伺ったら意外なお答え。だから戦後すぐそのものもない、調味料もない、そのものも豊富にない時代は、まあお客さんの口も痩せてるから、まあそれなりに美味しく作った。でだん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 物も出回ってくる。でお客さんもまあ贅沢になる、美味しいものも出るってことでね、それをまあ向上していくことでね、お客さんの口よりもとにかくちょっとレベルの上のね味を作ってきたってことは事実ですね。老舗というと伝統の味を保っていると思いがち、しかし味は時代とともに変えてきたとおっしゃる。さすがですね。これが王座を守り続けてきた理由なんでしょうね。ところで若い女性たちはどんなラーメンがお好みなのか、番組ではノンノクレアクラッシュティアなどの雑誌にグルメ向けの記事を書いている女性記者38人にアンケートを行いました。女性記者が実際に取材で確かめた美味しい店、第5位は銀座のシナメンはしご。あっさりしたスープに麺の硬さが程よくて、具に野沢菜を使っているところがおしゃれとか。第4位は若い女性の多い渋谷の喜楽。台湾出身の創業者の味を受け継ぐラーメンが濃厚なスープによく合う平打ち麺、そして半分に切った煮卵がどっしりと構えています。油で炒めた焦がしネギの香ばしさが人気です。そして第3位はラーメン街道アンケートでも1位に輝いた歩き屋。やはりこの道40数年の強みといったところですかね。第2位はご存知、新宿あけぼの橋一心ラーメン。11枚の海苔とわずか20秒で茹で上がる日本一細い麺の通称えり巻きラーメンで人気沸騰。味の秘密はこのタレ。ただこの醤油だけはね、本当にシーンとした夜中とかね、誰もいないとか神経つかないんですからね、ちょっとできないね。この職人かたぎが嬉しいですね。そして輝く第1位は恵比寿ラーメン。食通委員会でも絶賛された澄み切ったあっさり味の恵比寿ラーメンは女性記者にも大人気、堂々の第1位。委員会に選ばれたその店は世田谷区宮の坂にあった。ナスと書いてチェズ。そのラーメンを味わう前にとっておきの情報。私はですね、ラーメン屋さん入りますとね、まあ、あの中華料理屋さんでよくほら、あの店は汚いけどあの味はいいよなんて言うけど、やっぱりあれ嘘ですよね。山本雅弘流おいしいラーメン屋の条件、その1、店がきれい。その2、あるべきところにあるべきものがきっちり並ぶ。その3、常にビシッと並べられた椅子。その4、テレビは置かない。その後、漫画や雑誌がカウンターに散らかっていない。大体ここまで来れば10人が10人こうラーメン屋さんみんな好みが違いますけども、仕事のレベルはかなり高いんじゃないかなっていうのは予想がつく。うまいラーメン屋の条件を満たしているこの店のご主人は、おそらく東京のラーメン屋では一番若い26歳のこの人。開店してまだ7ヶ月だというのに、ラーメン通の間では隠れた人気店。では私流の、 あのラーメンのいただき方、腕まくりをすると、まずスープ、すごくコクがあって、そう中華っぽくなってますよ。中華っぽくっていうと和風じゃなくてですね、中国大陸的なスープですね。私本当言うとあんまりわかめが入ってるのは気に入らないんです。ここの唯一の気に入らないというのは、まあこれは十人十色ですから、ね、好みは。海苔があって、本当は青みがなんかあったらね、本当の私の好みとしては最高なんでありますが、まあバランスの良さから言った、まあ東京ラーメン典型的かなと思うんですが、スープのその中国風っていうのはですね、なんかあの中国のタレがちょこっとこう入ってるんではなかろうかなと思うんですが、ちょっと食べ終えてからですね、ご主人に伺ってみたいと思いますね。
そこでご主人にこのスープの秘密を特別に披露してもらいました。豚骨、鶏ガラ、野菜などこの辺はおなじみの材料。それに加え山本雅弘をうならせた味の秘密はなんとこれ、大豆にかんぴょう、そしてスルメ、この意表をつく乾物の出汁がうまさの秘密。この若きご主人の大胆にして柔軟な発想が東京ラーメンに新風を吹き込んだのです。というわけでラーメン大好き人間が推薦するお店を紹介してきました。味はあっさり、こってりなど様々。あなたならどこを選びますか？それにしてもラーメンの奥は深いですね。